あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、本当に今って便利よね。どうした霊夢、何しみじみ言ってるんだ。だって昔は欲しいものがあっても、お店になかったら取り寄せてもらったり、いろんなお店を探し回ったりして、手に入るまで時間がかかったでしょ。確かにな。今はネットで注文したら翌日には届くし、すごく便利になったよな。そうなの。ヨドバシなんて当日届く場合もあるのよ。びっくりしちゃったわ。ちっちゃなものだったのに厳重に梱包して、おじさんがハーハー言いながら持ってきてくれたの。なんだか申し訳なかったわ。今は配送のドライバーさんも長距離トラックのドライバーさんも、不足しているそうだからな。しかも待遇も厳しいらしいし、大変だよな。そうなのね。それじゃ、あんまりネット通販を利用するのは、良くないのかしら。いや、そんなことはないと思うぞ。むしろ配達時に必ず受け取るとか、置き配を利用するとか、配達の人の負担を軽減するといいかもな。そうなのね。よかったわ。じゃあ、じゃんじゃん発注するわよ。おいおい、何を注文する気だ？あんまり無茶な買い物やめろよ。大丈夫よ。経費で落ちるようにアスクルで注文してるわ。事務用品とかね。ちょっと買い物カート見せてみろ。ちょ、お前、これ、事務用品じゃなくて、事務用ユニフォームじゃねえか。さては、洋服を経費で落とそうとしてたな。何のことかしら？別に、アスクルの事務服がオシャレだから、普段使いにしようなんて思ってもないわ。自己紹介オツだな。全部白状してくれてありがとう。ぐぬぬ、私の華麗な計画が、こんな形で露見するなんて。いやお前、到着したらすぐわかるだろ。しかも着るつもりならなおさらだ。しかしお前、これ、本気で着るつもりだったのか？当然でしょ。せっかくオシャレなの選んだのに。っていうか頭だけの俺たち、どうやって着るんだ？あ、しょうがないやつだな。相変わらず頭だけなのに、頭がないな。うるさいわね。うまいこと言ってるんじゃないわよ。しょうがない。そんなにアスクルが好きなら、アスクルの倉庫の事故を解説しようか。ちょ、なんでそうなるのよ。もし解説聞いたら、これ注文していいの？着れないのに買ってどうする。それじゃ解説していくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。その火災事故は、2017年2月16日に発生した。場所は埼玉県三芳町。事務用品通販大手のアスクル。このアスクルの拠点、アスクルロジパーク首都圏。この物流センターで起きた火災事故だ。そんな火災事故があったのね。知らなかったわ。この事故は、大規模な物流倉庫の火災事故として、大きく報道された。霊夢のアンテナには引っかからなかったとしても、うちの訓練された視聴者は知っているだろう。この事故を知らない人はただの視聴者さん、知ってる人は訓練された視聴者さんってことね。そういうことだ。それにしても、そんなに大きい事故だったの？まずこの物流倉庫は文房具などの販売、配達を行うアスクルが、約202億円もかけて整備した物流の一大拠点で、2013年7月から稼働していた。202億円。すごいわね。少し私にくれないかしら。逆だ逆。お前がアスクルで使ってるお金も入ってるぞ。なんだって。当たり前だろ。ともかく、アスクルにとってはこれからの規模拡大に向けて、大きな投資をしていたわけだ。結構新しい倉庫だし、それだけ気合い入れた倉庫なら、消防設備とか、火災対策なんかもしっかりしてそうよね。ああ、そのはずだったんだが。この火災事故は大事故になってしまい、なんと12日間も燃え続けることになる。12日間？そんなに？それは、凄まじいわね。もしかして大勢の人が。いや、不幸中の幸い、人命に被害は出なかった。だがこの火災事故で、物流センターは完全に使用不能となり、アスクルは大きな打撃を受けたんだ。この物流センターで取り扱っていたものは、ネット通販ロハコで販売していた、約7万点の日用品だった。そしてここでは、ロハコ全体の出荷量の6割を担っていた。その拠点がストップしたんだ。それは、相当大きな打撃ね。どうしてこんな事故が起きてしまったの？それじゃ、事故について順を追って見ていこう。まず事故発生時、2017年2月16日の午前9時頃に、火災が発覚する。そして通報から7分後には、消防隊が駆けつけていたこともあり、すぐに鎮火するものと思われていたんだ。7分後って、相当早かったんじゃない？初期消火も早そうだけど、12日間も燃え続けるなんて思えないわよね。まずこの火災は物流倉庫の倉庫1階、端材置き場で発生した。ここには不要となった段ボールが貯蔵されていた。段ボール置き場で回収作業をしていた、古紙回収業者の従業員の乗っていた、フォークリフトが原因で出火したんだ。フォークリフト？ああ。関係者の証言によると、段ボールを運ぶ際に使用する、フォークリフトのタイヤが、
段ボールの上で空回りし、煙が出ていたそうだ。また後の捜査で、フォークリフトのマフラー付近が高温になり、段ボール片が接触したのが出火原因とされている。少なくとも、廃棄する段ボールとフォークリフトが原因で、発火したってことなのね。そうだ。現場に到着した消防隊員が消火活動に当たるも、火の勢いが強く、さらに様々な不備があったことで、火災は大きくなっていってしまう。様々な不備？ああ。まず火災が起きた端材室は、多量の段ボールが堆積していた。状況によっては、高さ約3メートルもの段ボールが、積み上がっていることもあったそうだ。3メートルの段ボールって相当よね。崩れでもしたら、それだけで危険じゃない？そうだな。そして、その大量の廃棄段ボールに火がついた。このことで、爆発的に火勢が強くなったんだ。さらに出火後すぐに、従業員8名が消火器21本を用いて、初期消火を始めている。そうなの？こういった火災事故じゃ結構、初期消火をしなかったことが多いけど、頑張ってるんじゃないの？確かにな。だが火の勢いが勝っていたため、消火器では歯が立たなかった。そこで彼らは、屋外消火栓設備の使用を試みる。ところがここで問題が起きる。屋外消火栓設備にある、ポンプの起動ボタンが押されておらず、消火に十分な放水量を得ることができなかったんだ。消火するだけの水が足りなかったのね。そして最初に霊夢は消防隊の到着が早かったと言ったけど、実は彼らは最初の消火器による初期消火を行った後、119番通報を行っている。これは火災報知器が鳴ってから7分が過ぎた頃で、火災発見と同時には通報することができていなかったんだ。そうなのね。通報を受けて到着した消防隊は、端材置き場の段ボールが、激しく燃えていることを確認した。そして、すぐに消火活動を行う。この消火活動が走行し、1階部分については、ある程度火の勢いを抑えることができたんだ。やるわね消防隊。でもそれじゃあなんで、その後も燃え続けたの？実は消防隊が到着した時には、すでに2階部分に延焼してしまっていたんだ。そんな。そのため、2階、3階へと火が昇っていく。消防隊も懸命に消火活動を行っていたが、手の施しようがなく、2階と3階は、ほぼ全てが燃えてしまったんだ。そしてこの火災では、爆発が起きるなどして、消火活動が難航したこともわかっている。爆発？事務用品とか日用品なのに、爆発するものとかがあったの？実はこの倉庫では、倉庫を管理する子会社、アスクルロジストが管理を行っていた。このアスクルの子会社は物流倉庫とは別に、地元消防から許可を得て、約15メートル離れた場所に、通常より多くの量の危険物を保管できる、危険物貯蔵所を設置していたんだ。危険物？ああ。法律によって危険物に指定された物質については、こういったものの保管をする施設が必要になる。そしてこれらを保管するための場所を、取り扱いをする業者は、危険物倉庫として設置する義務がある。危険物倉庫は、消防法や建築基準法などの法によって、その設備や人員体制などが、厳しく定められている。これらを設置、建設するためには、消防との細かい協議も必要で、さらに各種申請や許可取得なども必須なんだ。それじゃ、アスクルの商品の中に、こういったものがあるってことなのね。そうだ。霊夢は、ゴミ収集車でガス缶やスプレー缶が爆発した話、聞いたことがあるだろ？あるわよ。それがどうしたの？ああいった物品などは、ある一定の物量を保管する場合、危険物の保管に関する法律を守る必要がある。ものによっては少量でも、法律で厳しく規制されているものもあるんだ。スプレー缶だと、シール剥がしとか潤滑用のスプレー缶とか、そういったものもあるわね。事務用品でもそういったのあるわよね。ああ。そしてアスクルでは計286品目、約12000点の殺虫剤などの危険物があった。そんなにあったの？それじゃ、それが爆発したってこと？そうなんだ。それらの危険物にも引火し、大規模な火災になってしまった。このことも大きく影響したんだが、実はここにも問題があった。実はこの子会社は、保管できる量、その基準を超えた分の危険物を、貯蔵所で保管していなかったんだ。じゃあ、その危険物はどこにあったの？普通の倉庫だ。そのためこの火災の際、それらに次々と引火し、被害が拡大することになってしまった。どうしてそんなことになってしまったの？これについて、この子会社の社員で、物流センターのセンター長だった男は、警察の聴取にこう答えている。理由について、余分な時間と労力がかかるので、貯蔵所に移さなかった。とな。埼玉県警はこの証言から、このセンターでは出荷遅れを恐れて、違法状態が状態化していたと見ているんだ。ということは、もしきちんと保管していたら、被害はもっと小さくて済んだかもってこと？その可能性はあるな。
廃棄する段ボールの取り扱いや、こういった保管貯蔵品の取り扱い。これらのことからこの物流センターでの管理は、ずさんな部分があったと言わざるを得ない。このことが、被害を拡大した部分はあるだろうな。また、火災を防ぐための消火訓練は行われていたが、これは消火器を用いた訓練のみだった。消火器を使った訓練って、普通そうじゃないの？これだけの規模の物流倉庫だ。初期消火に関しては消火器でなんとかなるだろうが、可燃物も多いこともあり、もっと大規模な火災を想定するべきだったのでは？という指摘もある。このセンターでは、屋外や屋内の消火栓設備を用いた訓練までは、実施されていなかった。そのため、火災が起きてからの判断が遅れたこと、消火栓設備が有効に活用できなかったことで、初期の鎮火に失敗し、被害が大きくなってしまった。そうなのね。でもこんなことめったに起きないから、誰でも焦っちゃうんじゃない？しょうがない部分もあるわよね。ああ。だがだからこそ、普段から備えることが大切だった。せっかくある消火栓設備を用いた、実際の消火訓練や、通報訓練の必要性があっただろう。そうね。従業員の人たちは、消火器を使って消火しようとしてたわけだし、訓練していれば、消火栓も使えたかもしれないわね。そうだな。まさかという事態に備えることが訓練だ。そしてその訓練を行っていれば、他の問題にも気づいたはずだ。他の問題？ああ、この火災では、防火シャッターが折り切らず、炎症が広がったことも指摘されている。シャッターに商品が挟まって、閉まりきらなかったというものだ。国交省と消防庁による検討会の報告書によると、今回の倉庫の火災時には、防火シャッターの約 60% が、正常に作動しなかったことが確認されたそうだ。火災で焼損した2階と3階にある、133箇所の防火シャッターのうち、61箇所が作動せず、作動したものの、コンベアや物品などが障害となり、閉鎖できなかった防火シャッターが23箇所。火災の影響で崩壊しており、作動したかどうかが不明な防火シャッターも、4箇所あったそうなんだ。それじゃ、ほぼ半分近くがきちんと作動しなかったのね。そうなんだ。この倉庫には、物品を運ぶコンベアがあったんだが、本来は、防火シャッターの作動を阻害しない設計となっていた。もし防火シャッターが作動した際には、連動して動き、降下する防火シャッターとの衝突を、回避するシステムが備わっていたんだ。かっこいいわね。自動でそんなことできるなんて。でも、それなのになんで。今回の火災時には、この連動システムが適切に作動しなかった。そのため、防火シャッターが閉まりきらなかったんだ。これは、不適切に置かれた物品があったことで、防火シャッターの閉鎖を阻害していた場所が、多数あったそうだ。このことから今後大規模な倉庫では、コンベアや物品による防火シャッターの閉鎖障害を、発生させないための対策が、必要と提言されているんだ。ってことは、おそらく危険物の貯蔵品の取り扱いと、同じ問題だろう。出荷を優先するために、決められたルールをないがしろにしていた。そのため、いざ火災が起きた時に、被害を食い止めることができなかった。効率重視というコスト重視の結果、より大きなものを失ってしまったんだ。こういう火災なんかの事故で、よく聞く話よね。そうだな。人間は正常性バイアスや、だろう運転に見られるように、自分の都合のいいように物事を認知してしまう。今まで大丈夫だったからという考え方で、危険を見逃してしまい、同じような惨劇が起きてしまう。ハインリッキの法則じゃないが、おそらくこの物流センターでは、細かなヒヤリハットが見逃されてきたんだろう。そうよね。法律で決まってる危険物の取り扱いですら、きちんと保管してなかったんだから、他にも色々と不備があったのかもしれないわね。こういった問題は、組織の下から上はなかなか言いづらい。だからこそ組織の長は、誰よりも危機意識を持って、取り組むべきだろうな。今回は人命に犠牲は出なかったが、状況によっては大惨事になった可能性もある。結局どれぐらいの被害が出たの？この物流倉庫は、延べ床面積7万2千平方メートル。そのうち約4万5千平方メートルが焼け、鎮火したのは、出火から12日が経った28日だ。この火事で物流センターが全損したほか、近隣住民への補償、火災対応のための人員の投入、また、代替物流拠点の開設などの、直接的な損失のほか、販売機械の損失などの間接的な損失を含め、多大な損害を被ることになった。そうよね。近所の人もえらい迷惑よね。12日間も燃えたんじゃ、住んでられないわよ。燻製になった気分じゃない？いやいや、そんなもんじゃないだろう。凄まじい熱気と爆発音だ。恐ろしくてたまらなかっただろうな。実際、避難したんじゃないか？そうよね。ごめんなさい。それにしてもフォークリフトから火が出たなんて、結構あることなの？いや、こういった事故で、フォークリフトが火元となることは珍しかった。
出火原因とされたフォークリフトについて埼玉県警は、製造事業者らが参加する一般社団法人、日本産業車両協会に、火災の経緯について情報提供を行い、そして、再発防止のための注意喚起を依頼したんだ。ちなみに同協会の専務理事は、このような環境で使うこと、そこで火事が起きたとも聞いたことがないので驚いた。再発防止のために、適正な使い方をお客様にお願いする、と話したそうだ。それじゃ、その段ボールの取り扱いを行っていた越回収容者にも、責任があったってことになるの？この事故の件で警察は、段ボール置き場で回収作業をしていた、越回収業者の従業員による、フォークリフトのマフラー付近が高温になり、段ボール片が接触したのが出火原因と断定した。そして、業務上失火容疑も視野に捜査したが、国内では同種の事故がなく、作業員には、火災発生の予見可能性がなかった、と判断した。そのため、この容疑での立件は見送っている。予見可能性がないってことは、まあ、火事になる可能性が考えられなかった、そう判断したんだろう。だが、全く責任がないとは言えないだろうが、また基準を超える量の危険物を倉庫に保管していたとして、倉庫を管理するアスクルの子会社と、その子会社の物流センター長が、消防法違反容疑で書類送検されているぜ。責任者だし違反は違反だもの、それにこれだけの大事故だから、仕方がないわよね。そしてこの火災事故でアスクルは、この越回収業者、株式会社宮崎と裁判で争っている。ええ？でも起訴されなかったんでしょ？それはフォークリフトの作業員だ。それに失火の予見性がないという理由で、失火に責任がないということではないだろう。そして段ボールの取り扱いや、その回収の状況など、様々な要素で相互に交渉を重ねていたようなんだが、折り合いがつかなかったそうだ。そのため、賠償を求めて提訴したんだ。これだけの事故、相当の金額になるんじゃない？ああ、その額なんと、約101億円だ。うげえ。101億円。なんてことなの。凄まじい金額ね。っていうか、保険に入ってなかったのかしら？どう考えても、はい払いますねって金額じゃないわよ。火災保険については、基本的に自分の持ち物は自分で保険をかける。もし隣の家が火事になってこちらに被害が及んでも、自分が火災保険に入っていなければ、保証はされないんだ。え？そうなの？ああ。火災保険によっては、近所へのお見舞い金が出るようなものもあるが、基本は自己責任だぜ。今回の火災事故では、どのような形態で保険に入っていたかはわからないが、保証の上限金額はあったはずだ。結果、この2社の間で紛争になったと思われるな。いや、こんな金額請求されたら、体の全部の穴からいろんなものが漏れちゃうわ。だだ漏れよ。何度も言うが、今回のような大規模火災で、人命が失われなかったのは奇跡的だ。そしてお金で人の命は買えない。こういった事故を教訓に、悲惨な事故が防げるよう、取り組んでいかないといけないな。そうね。結局アスクルは、商品の出荷も遅れたんでしょ？ああ、お客さんからの信頼も、裏切る結果になってしまったからな。アスクルが、アスコナイになっちゃったのね。霊夢、まさかそれが言いたかったのか？何よ。いいじゃない。最後まで聞いたんだし。それに、絆愛は重ねなかったわよ。お前がそんなダジャレ好きとは思わなかったぜ。ちなみにダジャレは全年齢で思いつくが、言ってしまうのは、衝動性を抑制できないかららしい。つまり老化の一つだそうだ。ぐへえ。まさか老化が原因だったとは。永遠の17歳。が、まあ、お前が思いつく前に、俺もそのダジャレは思いついた。だが自重した。まだ脳年齢は若いからな。ぐぬぬ、測ったなまりさ。許せぬ。このように、知らず知らず老化している隣人が、君の隣にもいるかもしれない。ダジャレを言う隣人には要注意だ。そうね。って私のこと？ぐは、ついに言ったか。ともよ。こんな大惨事にならないよう、みんなが無事に、次回まで過ごしていることを祈ってるわ。そうだな。それじゃ、次回も俺たちの隣人として、ゆっくりしていってね。